度あの日本一に導いていらっしゃいますわ、はい、人が活躍してこんな喜べるもんなんだっていうのはあの日本シリーズ忘れられないですね、まあ、今シーズンをもって、同チームでした斉藤佑樹投手も、はい、あのまあ、引退を決断され早実の後輩でもあり、引退後ですが、はい、99年にはメジャーリーグにコーチ留学を、メジャーというかマイナーですね、あマイナー、ね、はい、インディアンスの、はい、インディアン参加の WA2A の方に、はい、2A、はいはい、これはどんな経緯があったんですか。解説の仕事をしてたんですけども、はい、やっぱりユニフォームをゆくゆくは着たい、はい、ただそのために、一回ちょっとアメリカの野球って経験したかった。で野球やめるときに本当は向こう挑戦したかったんですね。っていうのはあのメジャーじゃなくて、メジャーなんかなれると思ってないんで、マイナーでいいから行きたくて、でもちょっとそれがちょっと故障等があと挑戦するものができなかったんで、一度ちょっと一シーズンでも経験したいなっていうのがあったんで、そうでしたか。それでまあいろいろつてを伝って、はい、でインディアンスのところで受けてくれるということだったんで、一シーズンうちの奥さん連れて行ってきました、はい、はい、またその NPB とは全く違う世界、全く違いますね。ああるただ皆さんが思ってるほどハングリーではないし、おすごい極端に分かれてます。一生懸命こうそこを目指していること、はい、ただだからあの仕事がないからちょっとなんか続けてるっていう子供もそういう子もいるし、ただ、頑張りきれない子もいるし、土地で諦めちゃってる子もいるし、で僕みたいのがいると日本への売り込みでビデオ持ってくるやつもいるし、はい、でその場で無理だって言いました。無理だっていうのは持っていけないじゃなくて、うん、あなたの力では無理だ、ははははは、諦めた方がいい、あの日本のプロ野球なめんなよって言って、ははははは、うん、そういう子もいるし、うん、そのレベル的なことを言うとどうなんですか。ファーム、あのパワーとかそういうものはまあ皆さんご存知のようにボールが速いとか、はい、そういうのは当然一軍でもやれるぐらいのものはありますけど、はい、ただ精度が低すぎるので、精度、うん、多分ファームよりレベル低いんじゃない、僕が言ったら AA ですね、トリプル A は別ですけど AA ぐらいだったらファームよりもしかしたら試合とすれば、うんうん、試合をやればファームの方が勝つんじゃないかなというような感じのレベルです。ただその中にめちゃくちゃボールが速い子とか、飛ばす子とか、はいはい、守備だけがすごくうまいとか、足がめちゃくちゃ速いとか、そういう子はいるんで、まあ、そういう子はだんだんもう次の年にはトリプル A 行ったりとか、とんでもメジャー行っちゃったとか、はいはい、そういうのがいるかなという感じですね。あ、そうですか。サバシアって知ってます？サバシア、左のこうすごいピッチャーいた。僕が行った時はそこのインディアンスのシングルAだったんですよ。でその頃からピッチングコーチも名前出してて、だすごい覚えてるんですけど、まあ、サバシアっていうのがいるんで覚えとこうと思ったら、次の年かな、もう飛んで飛んでもいきなりメジャーになって、いきなり大投手になってしまったんで、だそういう子がいる、なるほど、とこがマイナーなんですよ、はい、だから今はレベル女だけどっていうのが次の年になったらもう一気にメジャーだとか、もう何十億何百億の契約しちゃう選手になっちゃうとか、はい、そういう世界です。そこで、1年、はい、ワンシーズン、はい、2001年のワールドカップの日本代表、はい、あの長島ジャパンの前なんですよ。あの後藤さん、後藤監督といって、はい、あの慶応の監督をやられてた監督に声をかけていただいて、はい、ジャパンのユニフォームを着させてもらって、この時はプロアマ混合まだそうですねのチームだったわけですよね、はい、だから大学生だと今でソフトバンクの和田とか あの辺のクラスのピッチャーがいたりとか、はい、その時代だとジャイアンツとカラセービーって内海とか、はい、ああいうのも全部ジャパンにから出ていった。うーん、そのまずはこの、まあ、日本代表の投手コーチというところを一つ経験をされて、はい、そして、西武ヤクルトで投手コーチ、またチーフコーチ、はい、そして日本ハムで2軍監督と1軍投手コーチと、はい、歴任をされていらっしゃいましたが、その、まあ、コーチ監督として荒木さんが大切にされていらしたことはどんな部分なんでしょうか。
まあ、コミュニケーションは、取らなければいけない、はい、なかなか取りにくい、選手がいたりとかそういうのはちょっとなかなか難しいですけどね。それ諦めるわけではないですけど、うん、やっぱりどうしてもやっぱりこうなんて言うんだろう、会話が少なくなると、やっぱりちょっとなんて言うんだろう、目の届き方が変わったりとかっていうのがあるので、やっぱりコミュニケーションっていうのは常に取っとかないといけないなっていうのは感じてますよね。はい、まあ、でもこう見ている選手の数はだから、まあ、限られてるわけではないですよね。はっきり言って全員見てるんですけど、はい、全員から全員頭には入ってるんですけど、うん、なんだろう、100入ってる子もいるし、うん、5割はないな、もう 7、8割とかそういうのがいたりとか、はい、そういうのが出たりしますよね。だからそれをなるべく 7、8 をあのマックスに持っていこうとするのも僕らの仕事というか、はい、やんなければいけないことなんで、はい、なるべく持っていくようにはしてましたけど、やっぱり会話をしないとなかなかそういうものが難しいのかなというような感じしますね。いやまあでももう選手はもちろんですけれども、コーチもまあいろいろとこう頭働かせて、こう行動にも起こして、はいね、監督にも気を使わなきゃいけないし、はいはい、選手の、ね、気を使わなきゃいけないし、ね、気持ちを考えてあげなきゃいけないし、ね、かといって選手寄りになっちゃうと良くないポジションですし、選手からこうなんじゃないんですかってちょっと苦情じゃない、クレーム的なことが出てもそのまま伝えられないじゃないですか。自分のところで止めるのもそうだし、はい、それを砕いて監督にどうでしょうかみたいな感じだったりとか、なかなかいろんな部分での負担が、よく言うなら中間管理職まさにじゃあそういう経験もされていらしたと、まあ、監督ですよ、ファームですけどね、一軍じゃないんであれですけど、まあ、でも西武の初年度あの日本一に導いていらっしゃいますが、はい、そのコーチとしての、まあ、選手としての日本一の経験終わりですが、コーチとしてのまたそのビッシュの味というのは違ったものでしたか？あれはでも最高だったですね。あこんな人が活躍してこんな喜べるもんなんだっていうような、自分がしてあげたとかじゃなくて、どうにかこう選手をしてうまくいった時ってまた格別でしたか、はい、あ、 日本シリーズ、あの日本シリーズ忘れられないですね。はあ、2004年ですよね、うん、まあ、相手はドラゴンズ、はい、そしてまあ落合監督の最初だったんですけど、はい、落合中日はどういうチームでしたか？うん、あの時は交流戦もなかったんで、 あそこでガチンコでバンって使っちゃったんで、はいはい、なんかよくわからないまま、あ、じゃあ、まあデータといいますか、はい、もう本当にいろいろ落合さんにはあの報道を含めていろいろつつかれてたんで、あの時はセ・リーグはそのまま行って、パ・リーグは今みたいにクライマックスで上がっていって、はい、その時始まる前にも落合さんは日本シリーズはトップ同士がやるもんだとかって言われて、僕らは言われて、いやそんなこと言われたって決まり、僕らルールでやってて勝ち上がってるのに、そんなこと言われても僕らどうすればいいんですかみたいな、まあ全然上の方ですからどうすればいいんですかみたいな感じで内心はそうですよね、まあ落合さんもああいう方なんで、まあ盛り上げたりとかしてくれるんでいいんですけど、僕らからすれば初めての経験でそこ行ってるんで、えみたいなだからちょっとなんか あまりこうなんて言うんだろう、守りがこう強力でとかっていうなんか意識もなく、はい、どんななんだろうみたいな感じで、ただ勝ってるんだから強いんだろうなみたいな感じで対戦したんで、で僕らは僕らでもなんとかこう上がっていったんで、まあいい試合をできるように、はいはい、っていう感じで組んでたんで、で初戦も松坂使えない状況だったんですよ、あの CS で投げたり、はい、そんな状態で入ってったんで、まあ大変でした まあ今シーズンをもって、同チームでした斉藤佑樹投手も、はい、あのまあ、引退を決断されたんですが、早実の後輩でもあり、そして、まあ、甲子園でのフィーバーという、まあ、何かこう荒木さんともこうリンクすると言われるところがある、まあ、お二人なのかもしれませんが、その日本ハムで、コーチと選手となって関わる時間というのは比較的多い選手ではあったんですか？僕がファームにいたので、はい、会っちゃいけないんですけど、かなり長かったですね。
あの故障もあったし、はい、あの成績もなかなか上がらなかったので、ファームで一緒に過ごして結構話をすることもあったし、あえて離れてた時期もあるし、その、まあ、引退に関してのご相談というのはないですね。それはないです。ただあの肩があまり良くないというのは、ちょっと前に会った時に本人は言ってたんで、はい、まあ聞いてましたけど、ね、あの僕はもう他に漏らすことなく言いましたけど、はい、うん、まあ、目いっぱいやるよつって、かなり注射打ったりとか薬飲んだりとかしてたんで、痛み止め飲んだりとかしてたんで、はい、だからまあそれをもうできる限りやっといてって言って、うん、僕は常に言ってましたけどね。うん、何かこう常にこうかけていた言葉であるとか、かけていた言葉というかピッチングについてはもう何度となく話しましたね。やっぱりスタイルが、ピッチングスタイルどちらかというと似てる感じなんで、剛速球でこう何あの打ち取っていくタイプではないんで、あのどっちかというと彼は考え頭で考えすぎちゃう子なんで、もっとだからシンプルにやんなきゃダメだという話をよくしてましたよね。で僕もそうなんですけど、ボールボールで誘うと僕らみたいなピッチャーって絶対打たれるんですよ。要は力がないボールがボールカウントになったらカウントがどんどん不利になるんで、バッターが有利になってくるんで、どんどんだからストライクゾーンで勝負しないとダメなのに、彼はやっぱりそこで考えて狙いすぎてボールになってしまうことが多かったんで、その話をよくしましたよね。その部分というのはまあ改善といいますか、改善されないです。だからやっぱそれはスタイルとして持ってるんで、僕ら言ってもやっぱり染みついてるものはやっぱりなかなか抜けなかったです。僕はもう本当に小学校の時からそういうスタイルで来てるので、はい、あの最後まで行きましたけど、彼はなかなかそういうタイプあのスタイルにはならなかったですね。というのはやっぱり高校時代もあれだけ結構速いボールも投げてましたし、はい、大学でもそこそこやれてたものがあるので、はい、やっぱりそこに近づけたい思いがどうしても強かったみたいで、よく言いました。だからその絶対打たれるよって、まあ、ということもアドバイスとか助言があっても、やはりなかなかこう変えられないという、だからそれがあのコーチのすごく難しいところで、あ、うん、まあ、どういう言葉を使ってだとか、うん、どう接してという、ね、いろいろな言葉を選んで使うわけですけど、はい、体に染みついたものってなかなか勇気もいるし、そうですね、うん、でもまあその決断をされたんだ今年という受け止めでいらしたんでしょうか。うん、あ、もう、よく、よく決断したねみたいな話はしました。うん、で、彼は一軍の方に合流した時にはもう練習中ずっと2人で話したりとか、うん、あれだけ話したことはなかったですね。あの一度だけ、彼がまあ上で投げてる時、僕はあの仕事で札幌行った時には食事は行ってるんですけど、はい、その時以来ですかね、あんな喋ったのは。あ、そうですか、はい、あ、でも斉藤投手にとってもいい時間を、いや、良かったかどうか分かんないですよ今後斉藤投手に向けてはどんなことを期待というか、まあ、されていらっしゃいますか。どういう道に行くかが分かってないので僕からはちょっと言いにくいですけど、まあ、野球のことは絶対話してもらえ、あの切り離してもらいたくないんで、はい、絶対に後輩に何かこう伝えていってもらいたいし、自分が苦労した話は絶対に伝えていくべきだと思いますし、良かった話なんかする必要ないんで、苦労した話をどんどんしてもらいたいです。あのもう本当に甲子園どうだったとか、そんな話なんかいらないって、あの本当に大学時代から苦しんだ話、はい、どうやってああいう形になってしまったかっていう話から、して、はい、何かこうやってもらいたいなと思うんですけど、多分どうなるか分かんないんで。そうですね、はい、僕が話した時もまだ何したいかが分からなくてっていう話から、う、ね、どういう方向に行ったらいいかがまだ分かりませんみたいなのだったんで、それこそでも選択はいろいろあると思うんですよね。でしょうね、ただいずれにしても必死にそこに向かわなかったら、はい、そんなものって一瞬で消えてしまうんで、
一時的なもので終わってしまうんで、それはしてもらいたくないんでね。だそのことはじゃあ、考えなさいということは伝えましたけど、うん、なんですか、軸をちゃんと持ちなさいとか、なんかそういうような当たり前に偉そうに話をさせてもらいました。偉いです。いや偉くないですよ。ちょうどね、彼二回り下なんですよ。ああ、なるほど。で、掃除の流れから言うと王さんの二回り下が僕なんですよ。それで僕の二回り下が斉藤由貴、はい、で孝太郎は中途半端な、はい、そこはもう二回りはそうです、それはそうですね。斉藤からちょっと十いくつしたかな、はいはい、そうなんですけど。なるほど、一回り前っていう感じですね、一回り弱。では最後になりますが、まあ、学生時代から活躍をされていらした荒木さんにですね、伺っておきたいというところで、まあ、ちょっと高校野球球児へ向けたお話もいただければと思うんですが、高校野球の球数制限というものが、まあ、今使用期間ではありますけれども、はい、まあ、ちょっとこう、設けられているところもありますが、はい、率直に どういうお考えですか。球数はだ、球数を抑えたから故障が減るということはないと思うんですよね。やっぱ休養をしっかり取らないと故障というのは僕は防げないと思うし、うん、まあ、野球で投げることがちょっといろいろ負担かかっているので、そういう休養をしっかり取れるように大会期間をちょっとこう伸ばすとか調節するとか、はい、プロ野球を含めて、みんなで大人が協力して何かこう彼らにいい場を与える、いいコンディショニングで試合を与えられるような環境を作っていければいいと思うんですけど、なかなかね、そうは言っても夏休みの期間とかいろんな休みの期間って決まってるし、ね、学校の授業も行かなければいけないということがあるんで、はい、うん、そう簡単にはいかないんでしょうけども、だそのためにやっぱり球数っていうものも付随して出てくるんでしょうけれども、まあ、球数だけでは当然故障っていうのは防げないと思うんで、うん、うまくそういう休養というか、はい、そういうものも試合の感覚とか、うん、そういうものも使いながら、やっていってもらえれば、で今はとりあえず球数制限出てますから、はい、それでまた検証してまた大人が話し合って、今度はこういうふうにやってみようよって言ってやってみるのも一つですし、あとね、女子野球を入れてくれたことっていうのも、はい、うね、あれもすごく大きなスタートだったと思うし、だからどん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 いいアイデアが出て、今年はこうだったけど来年またこういう形でやってみようかっていうのもいいと思うんですね。まあ、じゃあどんどんこうまずは挑戦といいますか、経験者もそうだし、はい、指導者もそう、でそうやって医学の方で勉強されてる方もそうだし、コンディショニングの方で勉強してる人もそう、はい、みんながこう真剣に、話し合って、はい、いい方向に持っていけばいいんじゃないかなと思います。でそのために球数をやってみたっていうのは、これは本当にいい試みだったと思います。はい、そうですね。ただ何回も言うように球数を抑えただけで故障がなくならないとは思いますけどね、はいうんはい、それと、まあ、休めることも非常に必要な、はい、いやまだまだこの課題って、うん、そんな1年2年で、うん、分かるようなことではないと思うんで、うん、高校野球100年、ね、もう過ぎて、はい、もう次にスタートしてますから、そこへ向けて何かできればいいんじゃないかなと思います、うん、球児に向けて技術面、体力面、メンタル面という部分ですと、まあ、何が必要で、体力です。体力、一番体力です。一番体力、もう二番も体力です、うん、はい、体力がないと要は考えることもできないし、もう疲れちゃって、練習もできないし、はい、で練習できなきゃ技術は向上しないですし、だからピッチャーがランニング量多い多いって言いますけど、はい、まあ、当たり前のことですよね。いっぱい投げるんですから、うんうん、あれだけ下半身使ったりとかいろんなことを使って投げるわけですから、はい、走らなければいっぱい投げられないんで、それはやっぱり体力がないともう全てが何にもできなくなってしまうんで、でコーチで十何年やらせてもらって、まあ、監督、ファームの監督ですけど、はい、3年やらせてもらって見てると、ボールを投げられないピッチャーは上手くなってないですよね。故障があったり、だから僕なんかは典型なんですよ。初めはできてたことがやっぱり故障することによってすごい制限されたり、はい、自分で制限しなきゃいけないような体になってしまったことによって、技術がだん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 こう、こう上ってたのかだん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 こうなってくるとか、上りきらないとか、はい、今なんか見てると、まあ最近で言うと、日本ハムで言うと伊藤大海、はい、もう常にボール投げてます。いつもだから注意はしてましたけど、ちゃんとこうなんていうの、波を作って休むとか休まないと、
今は良くても絶対来るんで、はい、だから彼なんかはもう常に投げてる、ボールを握ってる、短い距離だろうが緩いボールだろうが何だろうが常に投げることの練習をしてる。ああ、そうですか、はい、非常に、まあ、試合では投げっぷりも良くてルーキーイヤーから注目も浴びていますが、はい、やっぱり投げてらっしゃる。投げてます。だから投げられる体であり、強さであり、体力であり、はいはい、今までの積み重ねもあると思うんですよね。やっぱああいう体力があるからああいうことができるんだろうなと思っていつも見てて、アマチュア時代から指導者までさまざまなアドバイスもたくさん頂戴いたしまして、本当に貴重なお話を。いや、とんでもないです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで荒木大輔さんにお話を伺ってまいりましたが、最後にですね、今荒木さんが着てらっしゃるこちらの T シャツにサインを頂戴しまして、はい、プレゼントを、させていただきます。ご希望の方は概要欄からご応募ください。ということで本当に貴重なお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。荒木大輔さんでした。ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロにました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。